皆さんこんにちは、サッカー情報局です。本日もアジアカップの模様です。同じ B 組のもう一方の試合、インドネシア対イラクの試合を見ていきたいと思います。当然ながら D 組の首位争いは日本とイラクということになるんで、イラクを中心に見ていきたいと思います。その前にですね、3年後のワールドカップはアメリカ、メキシコ、カナダで開催されますけれども、アジア枠が今まで 4.5 だったのが 8.5 に増えましたね。そこで今までは日本、韓国、オーストラリア、イラン、サウジ、この5カ国を中心に回っていた。カタールは開催国ということで出場したんですけど、まだ予選を突破したことはないですね。しかしカタールは力がありますね。あと 3.5 の枠がどこになるのか、今回のアジアカップで少し見えてくるんじゃないか。皆さんそこにも注目されたらいいと思います。候補としてまずイラクですね。それにカタール、そして昨日試合見ましたけどヨルダンいいですね。それと韓国と戦ったバーレーンもなかなかよくやってたと思います。次回の動画でお送りします。それと UAE、 心境著しいウズベキスタン、東アジアの国ではですね、対ベトナム、インドネシアもまあまあですよね。こう考えてくるとですね、今並べただけでも10チーム近くあるんで、それに北朝鮮も参加してくるということになると中国苦しいですね。今までワールドカップは高根の花だったところが出れるのかなと、皆さんそこも本大会の見どころの一つだと思います。はい、それではですね、イラクについて考察していきたいと思います。まずですね、インドネシアが珍しくロングスローできましたね。それに対してイラクのゴールキーパー、センターバックを中心にしてちょっとイマイチだったですね。はい、それとですね、イラクのコーナーキックです。イマイチ高さないですよね。はい、次は後半の左からのフリーキック。これもなんかピリッとしないですね。最後これゴールにつながりましたけども、右からの素晴らしいクロスに対してインドネシアのディフェンダーと競り合って、競り勝ってませんね。競り合ったボールが下に落ちて、それを豪快にシュートは決めたんですけど、中央からの得点シーンと突破のシーンがあるんで見てください。やはり中央からの圧は強いですね。それと左サイドからシュートを打って、そのこぼれ球を拾った寝てる選手いますね。プレーに関係ないからいいんですね。もう一個今度はですね、インドネシアが右サイドから持ってきて、ボールサイドにはちゃんとケアしてるんですけど、逆サイドに振った時に逆サイドの選手を全然捉えてない。見てないこの付近、ちょっと弱いです。左右に振られると弱い。総括すると高さ的には怖くないですね。振られるとディフェンスラインがオタオタする。ただし中央からはやはり圧が強いんで、セカンドボールをしっかり回収しないと難しい戦いになるというふうに思います。19日の日にイラクとは首位決戦ということで、ここで勝ち点取れるようであれば3戦目のインドネシア戦はターンオーバーでいけますね。今回はここまでです。次回は韓国を分析したいと思います。ありがとうございました。失礼します。